にちは、赤星貴臣です。今日は日本のことについて話したいと思います。実家があり、日本一の山があります。小さい頃よくみんなで見ていて怖かったです。一度も行ったことはありません。日本人はみんな侍魂を持っていると思います。神風は日本のために戦ってくれた人たちで、僕らにとって偉大な人たちです。ポーランドにはあまりありませんが、僕は大好きです。日本人は箸と手で寿司を食べます。わさびはポーランド人には辛いかもしれませんが、僕には全然大丈夫です。万歳は、日本人が何か達成した時にやることだと思います。エクストラクラスで一人しかいない日本人で、いい選手です。